バンクーバー郊外のナットベイリースタジアム。この野球場は戦前に活躍したバンクーバー朝日ゆかりの球場で、今ではマイナーリーグシングル A バンクーバーカナディアンズの本拠地です。バンクーバー市民に大人気のカナディアンズ、この日は平日にもかかわらずチケットはすべて売り切れ、当日券の販売はありません。メジャーリーグと比べると随分とこじんまりとした球場ですが、その分グラウンドに近く迫力ある野球が楽しめます。超満員のお客さんも盛り上げ上手、球場の演出もあれやこれやと次から次に飽きさせません。